ローラン・ブロシャールは、フランスのリュマン出身の自転車競技選手。現在、現役続行を希望しながらも、チーム無所属。1992年にカストラマと契約を結んで、プロ選手となる。1994年にレギオツアー総合優勝。1995年に、フェスティナに移籍。1996年、ツール・デュ・リムザン総合優勝。 同年のツールドフランスでは総合18位。1997年、スペインのサンセバスティアンで開催された世界自転車選手権の個人ロードレースを優勝。1998年のツールドフランスでは後にフェスティナ事件と称される大規模ドーピングスキャンダルに当事者として関わることとなった。警察の取り調べで自身が パフォーマンス向上物質であるエリスロポエチンを使用したことを認めた。さらに検査の結果、サンプルから微量のアンフェタミンが検出された。これを受けて、フランス車連から当時としては、異例の長さだった6ヶ月の出場停止処分を言い渡された。2000年に、ジャン・ドラトゥールに移籍2002年のツール・ド・ポローニュにおいて、総合優勝。 AG に R プレボワイアンスに移籍した2003年には、クリテリウムアンテルナシオナルにおいて、総合優勝を果たした。2005年、V ゲテレコムに移籍。2007年のツールドロマンディにおいて、三学賞を獲得したが、同年のシーズンを最後に契約が打ち切られた。ありがとうございます。